1> 南一ゲートから見た幕張メッセ国際展示場旨1から8ホールコミケ幕張メッセ追放事件とは1991年8月に千葉県千葉市幕張新都心の幕張メッセで開催予定だった日本最大の導入誌即売会コミックマーケットの第40回の会場を開催前に幕張メッセから使用中止を通告されたことにより急遽変更せざるを得なくなった という事件である。コミケ、幕張追放事件、コミケ、幕張中止事件などとも呼ばれる。コミックマーケットが有明遺伝に至るまでの歴史の中で最大級の存続の危機となる事件だったとされる。1975年に初めて開催されたコミケは徐々にその規模を拡大し、1980年代後半になると参加者数が当時の会場である。 東京国際見本市会場の収容能力の限界に達しつつあった。東京近辺の大規模見本市会場の不足により1988年冬に開催予定だった C35 に至ってはついに会場を確保できず、翌1989年3月まで開催延期を余儀なくされた。その後もコミケは規模の拡大を続け、ついに1989年冬からは、 同年に完成した当時日本国内屈指の規模を有するイベント会場だった幕張メッセーと会場を移した。当時、1989年に起きた宮崎事件の影響によるオタクバッシングや、1990年8月に和歌山県田辺市の主婦による出版物の行き過ぎを規制する要行政当局の対策を強く促したいという胸の当初が地方時、 奇州新報に掲載されたことを契機として、主婦を中心とする住民運動に発展して、性描写を含む青年向けコミック誌を警察、行政に持ち込んだことに橋を発する有害コミック騒動の流れが続いた。そんな中、1991年2月、男性向け入医誌を委託販売していた東京都内の書店、コミック高岡、漫画の森、新宿店、 ちょいずみブックマートの店長及び店員がわいせつ図が、販売目的所持で警察の取り締まりを受ける。また、ミニーズクラブと帯少女系同人誌サークルが摘発を受ける。この他印刷業者なども含め女性3人を含む、総計75人が逮捕、または、書類送検されている。そういった最中、幕張メッセを管轄する、千葉西警察署に届けられた。 収得物の中に無修正の導入誌が含まれていた。この導入誌を問題視した千葉日書はコミックマーケット準備会と幕張メッセに対し事情聴取を行った。社会的認知度の高いイベントへの貸し出しを優先する方針をとっていた。幕張メッセはこの事情聴取を受けて春頃、すでにコミケの開催告知やサークル申し込みが済んでいたにもかかわらず、 使用拒否を通告した。これを受け準備会は急遽古巣である晴海の東京国際見本市会場に会場使用を依頼した。この時もし晴海の会場から断られた場合、コミケは開催のめどの立たないまま終了するしかないという切迫した状況にあった。晴海会場側は見本市の内容チェックを通じてわいせつ図がとみなされる。 同人誌が持ち込まれることのないよう十分な対策を取ること、各同人誌印刷所への協力の要請を行うことを胸とした申し出に応じて開催許可を出し、コミケ40は記述的には予定通りの開催にこぎつけた。その後千葉県では1994年春に青少年健全育成条例が改正され、ページ全体の20%以上もしくは20ページ以上の 性表現を含む本をほぼ自動的に有害図書指定するという厳しいものとなり、同人誌即売会は千葉県では事実上開催不能に至った。このため1994年10月2日に幕張メッセで開催予定だった同人誌即売会コミックシティは千葉県警からの注意を受けて直前になって中止を決定した。この事件は 幕張コミックシティ中止事件と呼ばれる。この後コミックシティは1994年11月3日に春海にてコミックシティイン東京春海を開催したが、その際に主催の赤ブーブー通信社は千葉県の条例とほぼ一致する赤ブーブー通信社コミックシティにおける自主倫理規定18歳未満に販売できない図書の基準を作成し、 出展サークルに対してその遵守を求めた。しかしこれは同人修行会内外で批判を浴び、数ヶ月後に撤回している。コミケは春見に戻ってからは4年間春見で開催された。春見会場は有明への移転のため1996年3月に閉鎖となった。コミケも他の展示会や見本誌と同様、同年4月に開場した。 東京ビッグサイトに移り、以降はそこでの開催が定着している。メディアでの報道や開催が定着していることから、同人誌即売会への風当たりも、事件当時に比べれば弱まっており、幕張メッセでは1997年頃より、同人誌即売会が開催されるようになっており、1998年には、前日のコミック式も、幕張メッセでイベントを開催している。 事件からしばらく経って、バブル崩壊を経験し、イベント数は増えず、財政状況が悪化、成長する有明とは裏腹に事態は、父として好転せず、幕張メッセは、数十億円もの経済効果を不意にしたとされていた。仕方なく再度の開催を申し入れたものの、多くの関係者に否定的な印象を残した。2015年3月28日29日には、 定期開催以外のコミケットとなるコミケットスペシャル録が幕張メッセで開催された。この件に関して昼間隆史は発表直後2020年東京オリンピックで東京ビッグサイトがその会場として使用されることは決定事項のためその代替会場として幕張メッセを使用するための布石化との見方をしていた。ありがとうございます。